ストライモンといえば今や誰もが知ってるようなブランドですが、そんなストライモンにあまり知られていない隠れた名機があります。それがこのデコテープサチュレーションダブルトラッカー。昔のギタリストがよくテープエコーを通してサウンドを太くしてたとか、あと曲のマスタリングでテープを通してアナログなパンチを得たりとか、なんかそういうエピソードありますが、デコはまさしくそんなテープの魅力を再現したペダルになってます。まあ、パッと見なんかよくわからんというか、何がいいのか見えづらいペダルでもあるので、そんなデコのテープサチュレーションの魅力を掘り下げてみましょう。はじめにデコは左右半分でバッサリ役割が分かれてます。左半分が歪みエフェクター、右側はざっくり言えばショートディレイなんですが、いろんなテープトリックができるセクションとなってます。個別にオンオフできるので、まあ、組み合わせたりしながらテープサウンドを作れるわけですね。まずはとっつきやすい左半分から見ていきましょう。デコの歪みはテープのサチュレーションを再現したものなので、一般的なオーバードライブのペダルとかとはだいぶキャラクターが違ってます。実際のテープの歪みって結構バキッとしてるんですけど、デコも突き抜けるようなハイのくっきり感があって個性的です。 TS9 と比べてもクリアでワイドレンジな感じがありますね。コントロールを見ていくと、サチュレーション、トーンの他にボイスという特徴的なスイッチがあります。これ最近バージョン2にリニューアルして追加されたものなんですけど、かなり便利で、ハイファイでクリアな感じのクラシックと、よりコンプレッション感のあるカセットから選べます。クラシックモードはナチュラルオーバードライブって感じで、クリアさ、シャープさが魅力的。カセットにするとよりエフェクターらしいというか、クリーンなアンプなんかでも気持ちのいいコンプレッション感が得られます。がっつり歪ませるのも良いんですけど、ゲインを控えめにしてクリーンブースターっぽくすると、いわゆるテープを通してアナログ感を付与しましたよって感じの太さが得られます。結構気持ちが良いですね。割とダイナミクスとコンプレッション感のバランスが良くて、ナチュラルなオーバードライブとして使っていける懐の広さがあります。しれっと右側のショートディレイオンにしてたんですが、じゃあ右側ダブルトラッカーチャンネルを見ていきましょう。右側は基本ショートディレイプラスモジュレーションみたいな感じです。シンプルなディレイはもちろん、最近流行りのローファイっぽいテープエフェクト、そういった使い方なんかも面白そうですね。フロントパネルを見てみると、ラグタイムはディレイタイムみたいなもの、原音のブレンドと、あとワブルというつまみがあります。テープのヨレ的なモジュレーションを加えるつまみですね。なんとも言えない素朴な揺れ方なので、ディレイを揺らすのはもちろん、こういうレトロな揺れ物として使うのも良きです。まあ、ここまでだと普通のテープディレイっぽいんですが、
デコの特徴として位相をコントロールして面白いことができます。まずはいろいろ説明するより、このラグタイムつまみを実際に回してイメージをつかんでみましょう。タイムが長い時はディレイって感じですが、だんだん重なっていって9時方向、このファイマーク、ここでぴったり重なってブースターみたいな状態になります。でそこからちょっとずれるとピントを外したようなふわふわしたサウンドになりますね。で続けて今度はこのタイプスイッチをインバートに入れてみましょう。タイムが長いうちはさっきと一緒なんですが、重なるにつれて音が打ち消し合ってかすれたような感じになりました。これ音って位相という波の向きがあるんですが、サムモード、同じ位相で重ねると音が大きくなる。でインバート、逆の位相を重ねると打ち消されて小さくなります。フェイザーとかはこの位相のズレを利用したエフェクトですよね。でこの位相がデコでどう生きるのかというと、例えばサチュレーションチャンネルのサウンドいいんだけど、もうちょっと太くしたいなと思ったらサムモードで重ねると太い感じに。逆にもうちょいローファイな感じのサウンドにしたければ、ちょっとラグタイムをずらしたり、インバート逆の位相で重ねてあげると。ついでにワブルつまみでちょっと揺らぎを加えてあげるとなおよしと。こんな風にデコは単なるテープディレイとしてだけじゃなく、こういろんな音の重ね方でサウンドをコントロールできるのがデコの面白いところです。タイプスイッチ見るともう一つバウンスってモードがあるんですが、これはさっきの2つとちょっと違って、デコをザ・ディレイとして使うときに良いモードです。実はデコって基本的にリピート、エコーが1回しか帰らないので、普通のディレイ感覚だとおやってなるんですが、そこでバウンスモードにすると異なる位相で2回リピートしてくれます。ステレオだとピンポンディレイになるんですが、モノラルなら普通に2回リピートします。まあ、正直普通にフィードバックつまみあったら嬉しい気もしますけど、まあ、その辺も昔ながらのテープマシンを再現してるって感じかもしれません。まあ、個人的にバウンスモードで短くかけてディメンジョンっぽいステレオの広がりを出せるのがお気に入りです。
これシンセサイザーとかだと嬉しい感じですね。ちなみにこのデコ隠された機能として右側のオンスイッチを長押しすると押してる間だけフランジングします。まあ、離すとスーッと元に戻るのでちょっと面白い演奏ができそうですね。最後に個人的にもデコ V2 の一番いいなと思う部分としてエクスプレッションやミディに完全対応しているのが非常に偉いです。例えばライブでギターソロに入るときにエクスプレッション踏み込むだけでゲインと音量ブーストしつつショートディレイで奥行きをつけるみたいな実用的な使い方が簡単にできます。スイッチャーとかでバッツンと切り替えるよりスーッとソロに入れるのがとても良いです。エクスプレッションとか特にミディに対応している歪みってかなり貴重で、デコは歪み自体のサウンドもねかなりナチュラルで良いので、ミディゴリゴリ管理のボードとか、下手したらこれ1台とエクスプレッションやコントローラーだけでライブも十分できるかもしれませんね。ということでデコの紹介でした。いろいろやったんですけど、基本はサチュレーター歪みのキャラクターがシンプルにグッドなペダルだと思います。まあんま他のオーバードライブとかでない感じの質感で、同じストライモンのリバーサイドとかサンセットとか含めて個人的にはデコのカセットモードが一番ナチュラルで好きなサウンドです。キャラが見えづらかったり、位相とかとっつきづらい部分もあるデコですけど、こういうテープを使ったサウンドトリックって誰もが無意識に聞き慣れてるというか、一昔前の CD とかレコードとかでエンジニア、アーティストがバリバリやってたテクニックです。デコはそんなテープのフィーリングを昇華させたエフェクトということで、ぜひね、気になった方は触ってみてはいかがでしょうかと言ったところで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。